冠売ってから全滅したら、それはマジでゴールド一気に死ぬからね。まあ、やってみたくもあるけれども、まあ、とりあえず素直に居酒屋に行ってイベントを進めていきたいと思います。こっちだっけ。オッケーオッケー、合ってたわ。俺正直これいつもさ入り口間違えるんだよね。毒消しそう。さあ俺のお好みのバニーちゃんだからね。さあとりあえず行きまーす。ルイネロさん、もうやめにしないかい。悪いけどこっちも商売なんだ。あんたの当たらない占いなんか一杯の酒代にもなりゃしないよ。なんだと、わしの占いが当たらないだと。アホかお前は。もともと占いだと当たらなくて当たり前なのだ。これをね、俺ね、占い師の人間が一番言っちゃいけないセリフだと思うんですよ。まあ皆さんはどう思いますかね。もしもだ、わしが先日の火事を占いで予見し止めたとしよう。しかしそれが何になる。そのことが次の災いの種になるかもしれんのだ。ルイネロさん、言ってる意味がわからないよ。もし火事が分かっていたら、少なくともマスターライラスを救えたんじゃないのかい。ライラスか。あの老人とはよく喧嘩をしたものだ。まさか死ぬとはな。ということで近づきまーす。ん？なんだ？みたいな感じだっけ。なんだ？わしに何か用。ん？お前さんたち、ちょっと顔を見せてみ。ん？これは。ここすっごいね、意味あるシーンですよね。意味あるシーンというか、まあなんだろう。なんかこう、後々の伏線ですよね。大変だ。怪物が街の中に、怪物が入り込んで。なんだと。とにかく来てくれないか。もう大騒ぎで。なんか大騒ぎの割にはめっちゃゆっくり歩くよね。顔のサイズ2倍くらいあるんだって。バニーちゃん、とりあえずね、みんなどっか行っちゃってる間に踊ろうよ、一緒に。なんて言うんだろうね。ねえ、さっきの聞いた？怪物だって。本当かしら？行こうか。そう、あのね。いやでも、トロではマジでみんなに舐めてるけど、普通に SS ランクのモンスターだから、超強いからね。あ、これ2回目のテロップ消しときますね。ちょっと鬱陶しいと思うんで。バニーちゃん、ドアップしたいのってしときゃよかったね。ドアップ。でもこれ、占いしてもらおうとしてるだけなんでしょって。ここのシーンってそうなの？そう、今から洞窟に行きます。とりあえず。いや、洞窟に行かないか。洞窟には行かないですね。はい。あれは一体？これは大変だ。兄貴、走るでかすよ。兄貴、急ぐでかすよ。あ、そうなんだ。占いしてもらおうとしてるだけなんだ。ごめん、勝手に勘違いしてたわ、俺。うわ、こっちを見たぞ。キャー、なんておぞましい顔なの？出て行け。化け物はこの街から出て行け。これさ、マジで痛いからね、みんな、本当に。いや、普通に痛いから。トラペッタってなんでこんなに栄えてんの？ふと思ったけど。トロデーンが近かったから？化け物は出て行け。思い出されましたね。で、これ裏門から行く。いや、こっから皆さん、僕の嫁が登場するんでね。まあ、見といてください。はい。嫁ですから。さあ、会議をしますね。やれやれ、ひどい目にあったわい。一体わしを誰だと思っているのじゃ。人を見た目だけで判断するとは情けないの。人は外見ではないというに。まったくその通りだ。うんうん。時にスライム、マスターライラスじゃが見つけることができたかの。これどっちどうしても確か意味ないんだよね。意味ないってか変わんないよね、セリフね。なんと、すでに亡くなっていたぞと。うん。ふむ、亡くなってしまったものは仕方がないの。もともと、我らが追っているのは、わしと姫をこのような姿に変えた、憎きドルマゲスじゃ。マスターライラスに聞けば、奴のことが何か分かるやもしれぬと、そう思ったのじゃが。やはりドルマゲスの行方は、わしらが自力で探すしかないようじゃな。では、行くとするか。ライラスがいない今、こんな街に長居は無用じゃ。お待ちください。お待ちください。
実はあなた方にお願いがあってこうして駆けつけてきました。ずいぶん可愛い子じゃねえかみたいな顔してるよね。お嬢さん、あんたこのわしを見ても怖くないのかね。夢を見ました。人でも魔物でもないものがやがてこの町を訪れる。そのものがそなたの願いを叶えるであろうと。人でも魔物でもない、それはわしのことか。いやー、これね、これね、ほんまに面白い。これ知ってる人はもう2週目やると気づくんだよね。2週目をやるとね、誰かっていうのがね、そう気づくんですよ。あ、ごめんなさい。まあ良いわ、見れば我が娘ミーティアと同じような年頃。そなた、わしらのことを夢に見たと申すか。よくわからぬ話じゃが。あ、申し遅れました。私は占い師ルイネロの娘ユリマです。どうか私の家に来てくれませんか。詳しい話はそこで。町の奥の井戸の前が私の家です。待ってますから、きっと来てくださいね。行っちゃった。なんでゲスかい、あの子はね。あの、なんで、あの娘っ子は井戸の前で、井戸の前が私の家だって。えらい、このわしを見ても怖がらんとは。さすが我が娘ミーティアと同じ年頃じゃ。ここは一つ、あの子のために、あの娘のために一肌脱いでやろうではないか。よし、スライム、町の奥の井戸の家じゃったな。お前行って話を聞いてまいれ。ん、わしか。わしと姫はここで待っておるよ。また騒がれても厄介でな。俺正直最初ドラクエってやった時に、なんでこんな化け物に俺がなんかその命令口調でいろいろなんか指示されなきゃいけねえのかなとかって思ってたんですけど、まあ一応王様でこっちが兵士なんでね、嫌いですもんね。まあとりあえずじゃあ行きますか。行きましょう。ゼシカって何歳だっけ、そういえば。そろそろします。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。まあ、一応アイテム取っとくか。いや、今回はマジで野草のお姉さん性をね、カットできるからね。17歳か。若いな。もうゼシカお酒飲むシーンなかったっけ、あれククールだけか。ヤンが30ぐらいなかったっけ、そういえばね。そんななかったっけかな。年齢勘違いかもしれんな。とりあえずユリマを起こす前にまずやらなきゃいけないこと、それは家の奴らが寝てる間に、まああれですね、さあユリマが寝ています。寝込みを襲うチャンスです。おはようユリマちゃん。あ、本当に来てくれたんですね。なのに私言ったらうたた寝なんかしててごめんなさい。実は頼みというのは、この水晶玉のことなんです。で、もしかして、話が急すぎましたか？もっと頭から話した方がいいですか？まあ一応ドラクエイトが、初めての人はこんな配信見ないと思うんですけれども、まあ一応ね、頭から話してもらいましょう。そうですよね。では聞いてください。かつて、私の父ルイネロは、ものすごく巧妙な占い師でした。どんな探し物も、尋ねみても、ルイネロには分からぬことはないと。しかし、ある日を境に、その占いは、全く当たらなくなってしまったのです。多分それは、この水晶玉が、ただのガラス玉に。何を話しているんだ、ユリマ。これあれだよね、そう、確かさ、なんか声を聞いて思い出したんだけど、ユリマじゃなくて、ユリマなんだったっけ。なんかね、発音が若干違った気がする。まあ良いわ。うん、その水晶玉に触るのと、あれほど何度も。ん？あんた確か、酒場で会った人だな。まあ、ともかくだ。わしは別に困っていない。ああ、娘に何を頼まれたかわからんが、余計なことはするな。うん、さて、わしはもう寝る。ユリマ、客人には、早々にお引き取り願うんだぞ。はい。ああ、さんいらっしゃい。久しぶりに来た、こんばんは。ごめんなさい、あんな父で。でもあんなこと言っても、占いが当たらなくなって、一番悩んでいるのは、父本人だと思います。だからお願いです。父本来の力が発揮できるほどの大きな水晶を見つけてきてくれませんか。はい。え、引き受けてくれるんですか。やっぱり夢のお告げ通りだわ。俺もマジこの表情めっちゃ好き。そのお告げによると、町の南、大きな竹の下の洞窟に水晶が眠っているそうです。こんなことがわかるなんて、私はやっぱり偉大なるルイネロの娘ですよね。うん、とりあえず戻るかね。屍さん、ドラクエイト初めて見るんですけれどもって。ドラクエイトね、正直この今回のこのゲームの配信はあのあれです、
ストーリーを完全に無視して進むので、初見向きではないかもしれないですね。てか、ストーリーをなんなら飛ばします。バグで。声優なりの解釈の発音なんかな、人によってちょっと違いますよね。ねえ、なんか違うんだよ。あのね、あれなんだよ。まあ、やめとこう、やっぱり。ややこしくなるんで、次行きます。はい。ふむふむ、そういう事情があったとはな。えらいだっけ。なんと親孝行な娘じゃ、わしは感動したぞ。しかも、ルイネルというものが本来の力を発揮すれば見つからぬものはないそうじゃな。これぞ一石二鳥というわけじゃ。うまくすれば憎きドルマゲスの、居所がわかるやもしれんぞ。しかし今夜はもう遅い。わしと姫はもうこれよりじゃから、今後は町に入らんことにしたが、スライムらは宿屋に泊まり、明日に英気を養う方が良いじゃろ。明日の朝、滝の洞窟とやらに出発だぞい。まあ、全く出発する気はないんですけれどもね。はい。まあ、とりあえず、まあ、初めての夜はなんか宿代がタダでいけるんで、まあ、とりあえずザバン挑みますか。どうしようかな、これ。でも装備品まだ言うて貧弱だよね。スライムの冠ってこれつけられんの？ヤンガス限定？つけらんないんだよね。ヤンガスだけか、じゃあこれ。よし、じゃあ今からは、アイテム回収に回りますか。とりあえずじゃあ装備を整えるために、一回ベルガラックに行こうか。とりあえずベルガラック行こう。お世話の戦うんですかってことで、戦います。うさぎの尻尾。落ちないからね。ただ、売れそう。パート1、エンカウントをしてはいけないドラゴンクエスト8。やめとけ。ここで演歌して先制されそうって、それ食らったらマジで死ねるからな。ここで演歌して先制されそうって、それ食らったらマジで死ねるからな。十字キーだと演歌しないだったら、時間かけてでも必ずいけるってのはいいよね。まあ、効率的にどうなるかってのはまた別問題だけど。いや、賞味ね、そうね、マジ突破できたら勝ちなんで、とりあえずこのまま。いや、もう扉が近いよ、近いよ、焦るな。まあ、連射するで、とりあえず扉もくぐり抜けるから。丸ボタン連射だから、多分扉判定も入るはず。演歌して死んだら芸人。演歌して死んだら芸人。いや、もうほんとその通り。もう芸人になれるレベルだと思う。行きます。近い。嘘でしょ。なんで、え、なんで聞いてないんだけど。え、だから今外してないじゃん。おかしいって。走ってないよ。走りはしてないんだって。なんでここでエンカウントすんの。ちょっと待って、意味わかんないでしょねえ。いや、意味わかんないって。ねえ、もう。
ああ、いける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 、まだまだまだいけるまだいけるまだ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 可能性あるから。ああ、俺の人生は俺の人生はここまでだったのか。ああ、教会が目の前の通り。あるから、わかったわかった。じゃあちょっと新しい新規のルートで攻めたいと思います。こっからトロ殿上まで行くちょっとね、裏技があるので、まあ、やり方自体は知ってるんですけどね。フィールドはちょっと読み込みが長いですね。さあ、まあ、例の油売ってたところまで行きましょうか。そこだね。正直ここの使い道ってなんかもうちょっとある気がするんだよな。ここであれでしょ、連射スルーを決めてハマるんだよね。行った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 。多分抜け落ちますね。問題は一角ウサギとかに襲われて死なないかだけどね。オッケーオッケー、抜けました抜けました。とりあえず北にこの方向に進んでいって、ハマりそう、めっちゃハマるこれ。これ絶対ハマるやつやん。うわ、メラゴースト。まあ、メラゴーストだったら大丈夫かな。オッケーオッケー。メラ使われてもね。さあ、地形をちょっと一回把握しよう。トロデーンがある方向は多分こっち側だから。これハマるんだ。嘘でしょ、ハマるの。この辺じゃね、大体。あ、オッケー、来た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 。とりあえずオッケーオッケーオッケー。いけんじゃねこれ。出て入ればいいのか。なるほどね。意味がわからないな。で、あれですね。そう、確かに今メラミが必要って言ってくれたんですけど、これ違う、ダメだね。この動きダメだね。これがいけるやつ。これいける動き。金もないし、困るわね。ジェシカは髪の毛とかスカート。ジェシカはね、なんかね、神秘のビスチェを着せてる時の、なんかね、足の動き、ジェシカは結構足の動きがなんか、あるから、なんかね、ジェシカは足の動きがなんかめっちゃ滑らかに動いてる時は、あれですね、抜けられない。で、足がなんかカクカク動いてるときは、いけます。冠は売ってしまうと、竜神王の剣が作れないらしいので、それは、やらないつもりですね。この辺まで行ったらもう連射抜けてんじゃね？抜けたね。連射抜けてるよね。落ち始めた段、一回で、オッケー、鍛え。あれ、あ、待って、待って、これは、まずいんじゃないか。おあ、これは、積んだやつだ。お前だったら、いけるだろう。お前、茨溶けるだろう。
あー罪だこういう時に逃げられる。ちょっと待て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 、どっかにねえのか。あやられましたね。はい、それにしてトロでのパフパフとか絶対需要ないでしょ。問題はちゃんと真北に進まなきゃいけないってことだよね。これで中に入れんのかな。あれ、これはまた植物ですか。あ、行ったんじゃね。これはいけたね。てか連射スルーの効果が本当にあるのかどうかだね。一人旅だからね。よし、入りまーす。くそ、横か。これ違う、これは違う。この動き、この動き。わかるっしょ？なんかみんなも多分めっちゃ見てたらわかると思うんだよ。その連射がハマるときと、ハマらないときのなんかパターンが。あー、ありがとうございます。見つけたやっと手に入れた魔法の鍵。魔法の鍵ゲット、勝ち申した。いや、割と今日の名シーンかもしれない。パチパチ、ありがとうございます。まあこれで世界各地の宝箱が最後の鍵のあの扉鉄格子覗いて開けられるようになったんで、金のブレスレットって反応してくれない。魔獣の皮、不思議なタンバリンの素材か。